何わモンスターは2011年に新庁舎から発行されたカイドウ・タケルの長編小説。チームバチスタの栄光から始まるカイドウ・タケルの作品群は架空の都市である桜宮市、極北市を舞台に各作品とその登場人物が関わり合うクロスオーバー展開されてきたが新たな架空都市として何わ府を設置し2009年に発生した。 インフルエンザ騒動をモデルに、新型インフルエンザ理官者に接する浪は府の石親子の奮闘と、その裏で繰り広げられていた浪は府知事、紫紫と霞ヶ関の官僚たちとの暗闘を描く。本作は、第1部、キャメル、第2部、かまいたち、第3部、ドラゴンの順で構成されているが、時系列では、かまいたちキャメルドラゴンの順という変則的なものとなっている。 週刊新潮で2010年に約1年かけて連載され、2011年に書籍化された。2009年、関西最大の都市である、にわ府で、新型インフルエンザの国内初の発症例が報告された。発症を報告したにわ診療署名誉院長の菊間、徳恵は、にわ市医師会の講演でこの新型インフルエンザの死亡率が低いことをすでに知っていたが、 何わ大学医学部の本田准教授が発信する情報を中心に、特栄の目に映ったのは異常とも思える役所の対応と、マスコミの報道だった。その結果、何は府は、経済的な大打撃を受けることとなる。だが、その縁因は、水面下での前年から続く、何は府知事の村雨後期及び、何は知見特捜部副部長の鎌方正志と、官僚たちとの対立によるものだった。 事態を深く憂慮した村雨府知事は、ブレーンムの彦根慎吾と共に、何は不の未曾有の危機を打開するため立ち上がる。ありがとうございます。